はい、皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。よろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに青森県の津軽からお届けしております。はい、7月初めの、つながるラジオをお届けしてまいりましょう。皆様の沖縄は梅雨明けをしたんでなかったでしたっけ？ですよね。なんか全国的に見ると、関東よりまあ南、広く西日本の方は今年の梅雨はかなり、短いと、梅雨入りが遅かった、ということで、で梅雨入りが遅かったなおかつすごく、その割には雨がねすごく降っているという、なんかニュースを見ているとそんな感じがしますね。線状降水帯ってなんか呼ぶんですかね。なんかそういう、危険な、命の危険を感じるぐらいの、雨の量が、一晩で降るとか、短時間で降るという、線状降水帯、そういうものもね発生して、結構被害をね及ぼしている、地域かなりあると、ニュース拝見しておりますけども、お聞きの皆様は、大丈夫でしょうか。心配しておりますけどね。私が住んでおります、青森県、青森県でもですね、真っ二つに割った左側といいますか、津軽地方と呼んでいる方になるんですけども、日本海側の方っていうんですかね、梅雨入りは、青森県もしましたと。で梅雨に入ってからですね、なかなかやっぱ雨がこちらはちょっと少ないですね。非常に少ないです。雨予報の、天気予報になっていてもですね、なんか気づいたら雨じゃなくなっていたり、なんか非常に変わりやすい天気というか、天気予報もかなり難しいんでしょうね、予測が。なんか雨降るねなんて言ってるとは降らなかったりっていうことが続いておりまして、ようやくちょっと梅雨らしさが少し、出てきたかなという感じなんですが、それでもねやっぱいつもに比べたら少ないですね、雨の回数は。で暑さで言うとね、30度超える日も出てますし、やっぱり梅雨なんでちょっとこう湿気がねやっぱどうしてもありますが、どうしてもこうしても暑いみたいな日は、結構少ないかなと。ここ 1,2 週間は少なかったかなという感じですね。その前の方がちょっと暑かったですね。6月中旬ぐらいですかね、の方が暑かったですね。でやっぱり、空梅雨とまではいかないのかもしれないですけど、やっぱ水不足は結構地域によって深刻なようで、私今リンゴ農家さんですね、青森県のリンゴ農業で、ちょっと農家さんにお世話になって、働きに行ってるんですけど、やっぱり農業って水をたくさん使いますよね。田んぼもそうですし、リンゴもそうですし、野菜の畑もね、やっぱり雨が降らないと、水をまくっていうこともやっぱしないといけなかったりするそうで、農作物にはやっぱ水は欠かせないものじゃないですか。雨がやっぱずっと降らないので、その農作業で使う用の水が、私が行っているこう畑農家さんではですね、かなりやっぱり少ないと。なんかその農作業用の水を確保するために、ちょっとあちこち行かないといけない、機械に、水を、溜め込むためにですね、いつもの決められた場所、ではもうまかないきれずにいろんなところにお願いをして、なんとか確保していると。そういう状態ということでした。ですのでね、全く雨が降らないのもやっぱ困りもので、梅雨が明けるとね、暑い夏が待っているでしょうから、そうするとね、
農業だけじゃなく一般家庭用の水もねやっぱり、不足するとなるとなんかこうちょっと気持ち的にね少し追い詰められることが、やっぱやだなと思いますので、ちょっと雨降ってほしいなって最近はずっと思っていると、そんなことですね。はい、この番組はですねメッセージもお受けしております。メールアドレスは 797@fmkino1.com、 すべて小文字数字 797@fmkino1.com でお待ちしております。はい、それでは今日も始めていきます。よろしくお願いいたします。はい、お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。さて、今日はですね、チームビルディング、チームビルディングということについてですねちょっとお話をしていきたいと思います。まあ、皆様もですねなんかいろんな組織とか、今属されていらっしゃる経験、まあ、今現在も、属されている方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、チームを作っていく、まあ、組織を構築していくっていうことですね、まあ、チームビルド、まあ、チームを作っていくなんてことをね、まあ携わられている方も中にはいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、私もですね、会社員の時代に、まあ、ユニクロとは GU に、所属をしておりました。まあ、店長ですよね、お店の店長さんやってましたし、その店長さんの、まあ上司にあたるスーパーバイザー SV というスーパーバイザーというふうな職種、まあ、大体8店舗ぐらいを、まあ、束ねていく、そんなお仕事もさせていただいた、まあ、これ大体15年ほどですねトータルやらせていただいたんですが、まあ、やっぱりああいうお仕事っていうのはですね、一人きりで、ユニクロのお店を運営していくっていうのは、まあ、もう全然無理なので皆さんのお力をですね、スタッフの皆さんの力を借りながら運営をしていくということになるわけなんですが、そうなるとですねやっぱり、チームを作っていく、まあ、店長、まあ、リーダーですよね、まあ、リーダーとして、そのお店を作っていくっていうことが、まあ、必要不可欠な作業過程になってくるわけなんですよね。で、このそのチームビルディングっていうのはですね、私が店長やってた、まあ、2000年代初頭ですよね、2000年代の初めぐらいっていうのは、なんかこうちょっとすいませんイメージで喋りますけど、あんまそういう言葉は聞いたことがなかったような気がしますね。その当時はチームビルディングっていうような言葉は、まあ、メジャーじゃなかったんじゃないかな。で、私ももう少し後になってからそういう言葉を知った記憶してます。なので、まあ、チームを作っていくっていうことはですね、まあ、当然あったんですけど、なんか理論に基づいてやっていくというよりは、まあ、自分の上司だったり、まあ、他の、まあ、同僚だったりですね、まあ、そういうお店の運営の仕方とか、まあ、マネジメントの仕方を見ながら、まあ、真似をしてやっていくと、なんか何とか理論に基づいてとかっていうそんなことはあんま考えてなかった、気がするんですよね。2000年代初めぐらいっていうのはなんか見よう見まねといいますかですね、まあ、他にお手本がなかったっていうか自分も外に知識を求めに行ってなかったっていうことで、なんかそんな感じで始まったなというふうに記憶してますね。で、まあ、私は一番最初に、まあ、店長としてですかね、店長として、担当したお店っていうのは大体30人ぐらいのお店だったんですよ。スタッフの皆さんは30人ぐらい、で、まあ、ユニクロの規模感でいうとたくさんお店ありますけども、かなりこじんまりとしております。30人だとですね、いわゆるまあスタートを初めて店長を経験するお店としては、まあまあそんな感じが多いかなと。30人ぐらいの組織の方が、最初多いのかなっていう印象で、私もまあ小多分に漏れずですね、そういった組織を担当させていただいたということなんですが、まあそのやっぱ店長になってからですよね、まあその手前でも、まあ、店長
が上司で、自分がナンバー2として、店長対抗者って呼んでるんですけど、その対抗者として働いている時からも、まあ、ちょっとうすうすは気づいてはいたんですけど、あれちょっと自分はチームを構築する、まあ、チームビルディングってやつがどうも苦手だぞというのはですね、なんとなくうすうす気づいていたんですよ。で、いや、ただ、まあ、自分がそのナンバー2の時代っていうのはですね、まあ、ちょっと誤解を招く言い方かもしれないですけど、まあ、あんまり責任がないというかですね、まあ、上司が、店長がね、まあ、さらに上に一人いらっしゃいますから、まあ、自分の力じゃないというかですね、まあ、店長さんの力で、そのチームがまとまっているみたいなことがですね、やっぱあってですね、まあ、私の力ってやっぱビビたるもので、やっぱ店長さんの力がやっぱ大きいかなって、まあ、トップリーダーが店長ですからね、でいざ自分がナンバー2から今度トップリーダーを張ってですね、1店舗任されるとなるとですね、やっぱもろにそれが弱さっていうのが露呈するんですよね。なんかこう当たり障りのない運営をしてしまうというかですね、誰にも嫌われたくない傷つきたくないっていう気持ちが僕は人より強かったんだと思うんですよね。なので本当に当たり障りのない、まあ、リーダーをやっていてました。まあ当たり障りのないというと聞こえがいいですけどね、もうはっきりしないわけですよ。でこっち行くぞとかあっち行くぞ、よしついてこいみたいな、そういうリーダーじゃなかったんですよね。なんかこう波風立たなかったらそれでいいじゃんみたいなそんなリーダーだったな、リーダーだったなと。でもリーダーですらないですけどね、もうそうなっちゃうと今思うと、まあ、一番最初の組織はそうだったなというふうに思いますね。で、いや本当に申し訳ないことをしたなと思うのはですね、やっぱそこに一緒に働いてくださっていたメンバーの皆さんですよね。これ逆の立場だとちょっとまあ自分も気持ちわかるんですけど、そんな当たり障りのないリーダーっていうのはですね、やっぱり働いてる方も不満を感じるんですよね。当たり障りないイコール、なんですかね、満足度が低いんですよ。まあ、その時は気づけてないんですけど、その当時っていうのはね、そういうことだ、当たり障りない方がいいじゃんみたいなふうに思ってるんで、ただ何を考えているかわからない、まあ仲間からするとですよ、メンバーさんからすると、あの店長は一体何を考えているのかが全くわからない、どうしたいのかがわからないっていうことをすっごくよく言われましたね。すごくよく言われた。で、いや今考えるとそれもありがたかったなと思ってまして、まあ、当時はショックでしかないわけですよ。なんでそんなこと言われるのかなっていう、なんか自分は、ね、なんかその、まあ当たり障りないというか当たり障りなくスタッフの話を聞いてですね、スタッフの皆さんの話を聞いていて、当たり障りもなくこうお店の運営をしているっていうことは、なんでそんなに不満を感じるのかっていうのがちょっとわからなかったんですよ。でもやっぱ働いてる側からするとですね、やっぱりこういう風なお店にしたいとか、やっぱこういう風にしたいからちょっとみんなでこういうことやっていこうっていうことをやっぱ求めているだと思うんですよね。なんか皆さんも経験あるかもしれないですよね。なんかあったり触りのない、上司の方になったらやっぱ何考えてるか分かんないっていうのはですね、ご経験あるかもしれないですけど、まさに僕はそうだったんですよ。だからそういうふうに直接言ってくれたっていうことは非常にありがたかったと思いますね。でそこで初めて考えるわけですよ、何がいけないんだろうと。で、まあ、その時はやっぱ一人だと答えが出なくってですね、まあ、その答えを見つけに行くためにいろんな本を、まあ、チーム部を構築するとか組織作りとかですね、なんかそういう
巷のチームビルディングの本を、まあ、たくさん読み漁ってですね、本当片っ端から読んでったと言っても過言ではないくらい、もうわからないんですよ。なんでそんなこと言われるんだろうっていうのが全くわからないから、こう本を読んだらわかるんじゃないかっていうふうに思ってですね、もうどれくらい読んだんですかね。あの図書館行ってそういう人材育系の本のところをこう本当に片っ端から読んでった感じなんで、おそらくね100冊ぐらい読んでると思うんですよ。で、当時ノートにですね、自分のその手書きのノートを作って、最高のチーム作りっていうタイトルの本をです、ノートを作ってですね、その読んだ本で、あ、これは参考になるとか、これは実践していこうと思ったことを書き留めていってですね、綺麗にノートにしていったんですよ。で、まあ自分がつまずいた時にそれを見返すとか、ああそうだそうだみたいなことをこうやれるように、そのノートにしてですね、ノートもね確か3冊ぐらいは全然書いていたはずなんで、まあ、結構な量ですよ。で、そうやっていろいろこう勉強もしながらですね、やっていった時に、まあちょっと一つ気づいたことがやっぱあってですね、こううまくいってない時っていうのはですね、やっぱ自分は人のせいにしているというか、まあ、環境のせいにしているというか、自分はこんだけやってるのに報われてない自分っていうものに、ちょっとうぬぼれているんだと思うんですよね。その時の自分がですね、うぬぼれていたと思うんですよ。で、まあ、それっていうのは、やっぱり、こんだけやってるのに、相手は何もしてくれないとか、相手は分かってくれないとか、なんかそんな気持ち、だから矢印が、外に向いている状態とでも言いますかね、まあ、相手のせいにしている状態だったと思うんですよ。だから、自分は悪くない。環境が悪いとか、あの分かってくれない何々さんが悪いみたいな、そんな考え方でいたんですよね。で、これはね、やっぱりダメだなと。うまくいかないなと思います。あとやっぱ僕もたくさん、その一番最初のね、その30人の組織以降もたくさん、多分ね、その組織の数で言ったら、まあ、店舗の数で言ったら、まあ、自分が店長で言ったらいたのは10店舗ぐらいやったのかな。で、あと SV としては、ね、1 SV に8店舗ぐらいぶら下がるんで、そうするとやっぱ結構な数になるわけですよ。だから6、70、80店舗ぐらいは組織っていうね、そのものを見てきて、自分も携わってきたんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりここ大きいかなと思ってますね。やっぱ環境のせいにする、人のせいにする、自分の、責任だと思わないというかですね、なんかここにずっと居続けてしまうと、自分自身も苦しくなっていきますよね。やっぱ結果成果が出ないことを相手のせいにしてしまうっていうことなんで、やっぱ精神的に苦しくなってきますよね。でもやっぱり実際はですね、自分が変わっていかないとこれでやっぱダメだったなということを、まあ、痛感してます。相手を変えようとするんじゃなくてね、自分が変わっていくこと、これが大事かなと、まあ、よく言いますよね、これもね。相手を変えようとするよりも自分が変わる方が早いと、自分がその場で考え方をパチンと変えることで自分自身はすぐ変わることができるけど、相手を変えようとするからうまくいかないんだってね。よく言われてますけど、まさに本当そうだなと。まあ、これに気づくまでにね、結構僕は時間がかかりましてですね、まあ8年ぐらいかかりましたがね、結構長い時間をかけてしまいましたが、でもやっぱり本当にそこに気づくためにやっぱり自分自身の力で気づいたことなんか、まあ、ほとんどなくてですね、どちらかというとやっぱりいろんな人の助けがあって、まあ、そういう一緒に働いてくれたそのスタッフの皆さんとか、あとは自分の上司だとかですね、やっぱ本当同僚とかいろんな方の、
やっぱ手助けがあってですね、やっぱそういうことに気づいていくって、僕はちょっと物分かりがあんまり良くないので、一気に理解するというよりもこうやっぱこう体感して、まあ、体感っていうか、まあ、怪我をしたりとかですね、相手を傷つけてしまったりとかですね、やっぱ相手を泣かせてしまったり、まあ、自分がやっぱ泣きそうになったりってね、まあ、そういう、まあ、ちょっとね、まあ、一番なんですかね、こうご迷惑をかけたそういう人間だったんじゃないかなと、思います。まあ、でもそれでもね、諦めずに、ついてきてくださった方とか、私にそのものをね言ってくださった、伝えてくださった方がいたから、まあ、その後、まあ、人様よりも全然ですけどね、なんとなくこうチームビルディングとか、やっぱチームを作っていくっていうことは、もしかしたらこういうところに一つコツがあるんじゃないかなっていうのに、まあ、気づけた、気づき始めれたみたいなことになるのかなと、いうふうに思いますね。で、やっぱ人と人ですからね。で、世の中に同じ考え、全く1ミリも変わらず同じ考えですっていう人は、まあ、いないわけですよ。で、そういう、まあ、様々な背景を持って、様々なその価値観を持って考え方を持った人たちが、まあ、一つのお店とか一つの組織として集まっているわけですから、まあ、一つにまとめていくことっていうのはやっぱ、まあ、当然ですけどね、これ、まあ、並大抵のことじゃないんですよ。普通にこうやる気スイッチみたいなのがね、こうそれぞれにあって、それをパチパチ押していったら素晴らしいチームになりますって、そんな簡単なものじゃないなと、私は思ってるんですよね。まあ、そもそもやる気スイッチを探していくところから始めなきゃいけないし、そう、探すためには相手のことを理解しないといけないし、相手のことを理解するだけじゃなくて自分のことも知ってもらわないといけないし、だからこういう風な人間です、こういう風にやっぱ私はしていきたいです、この今いる皆さんの環境を、ほんと少しでもいいから、も1ミリでもいいからプラスの方向に持っていきたいと私は思ってます。その状態がこういう状態だと思ってるんですっていう、もうその繰り返し伝えていくことなのかなと、で、これもね、僕よく失敗してたんですけど、一度行ったから分かってもらえるっていうことじゃやっぱないのかなと思いました。自分はやっぱりね、伝えてるだけっていう、伝えてる、喋ってるだからもう相手に伝わったと、勘違いしていることが非常に多かったかなと思います。やっぱそうじゃないんですよね。やっぱ自分が話したからイコール相手に伝わった、理解したではなく、やっぱ伝わりきるまで伝え続けなきゃいけないっていうことなんじゃないかなと、これもやっぱ気づくまでに結構時間を要してしまいましたけど、やっぱ一度言って終わりじゃなくて、もう大事なことは何度でも言う、こともやっぱ必要なのかなと。で、大事なことじゃないと自分が思っていることはやっぱり二度目言えないんだと思うんですよね。だからやっぱ何度も何度も伝えるから自分の中でも大事なことになっていくというかですね。やっぱこうそういう過程はやっぱ必要なのかなというふうに思いますね。よくね、やっぱり最終的にやっぱ熱意とか、そういうことが大事かなっていうふうによく言われるし、僕もそう思ってます。で、ただその熱を帯びていくためにはですね、やっぱアクションを起こさないといけないし、まあ、自分はどうしてたかというと、まあ、知らないお店に着任してですね、ある日突然その店の店長ですっていうふうになって、いきなりリーダーになるんですけど、その店をなんとかしたいっていうふうな思いになるまでってやっぱすごい時間かかるわけですよね。で、僕はその店舗愛とかやっぱ愛情だと思っているんですけど、根底に大事なものとしてはですね、ある大事なものとして店舗愛、愛情が必要だと思ってるんですけど、リーダーにはその愛情を芽生えさせるためにやっぱこう施すというか、やっぱり自分が
そのお店に対して、何かアクションを起こす。それは僕がよくやってたのはですね、やっぱ環境整備、整理整頓とかね、一番最初やってたのは、そういうことをよくやってたんですけど、やっぱ働きやすい環境づくりにまずする、こういうふうにやったらもっと皆さん働きやすいでしょっていう環境をずっと強制的にも作ると。そうすると自分がやっぱそこの環境づくりを実際手を動かしてやるので、そこが崩れてしまったりとか、やっぱ、そこがうまく機能しないことに対して何とかしたいっていうふうな気持ちが芽生えるわけですよね、自分が手をかけているから、でそれってやっぱ愛情になっていくのじゃないかなと思うんですよ。でこれはスタッフの皆さんもやっぱそうで、何かこうお店をね、ただただ働く場所にしないで、何か役割を持って何かしていくっていう、だから役割を与えるのはやっぱりリーダーの仕事だと思うし、与えたらそれをこうね、アドバイスをして一緒にこう成長できるように話をしていくっていうのがやっぱりリーダーの仕事なのかなと。そうするとその人が担当している場所がどんどん良くなっていったりとか、うまくなっていったりとかすると、そのお店に対する愛情が湧いてくる、なんかそういうことがやっぱり必要なのかなというふうに思ってるんですよね、まあちょっとね、チームビルディングってのはちょっと奥が深いんでね、この30分少々じゃちょっと伝えきれない部分があるのでね、またちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。エンディングのねお時間をちょっと迎えましたので、締めさせていただきますけども、毎週、日曜日5時半からはつながるラジオをお届けしております。YouTube、リスラジ、あとは、YouTube もね、ギノワンと、あとつながるラジオとカタカナと YouTube の検索窓で検索していただくと、私の過去のアーカイブすべてご覧いただくことができますし、そこの YouTube の画面上にはですね QR コードがございまして、今日みたいなですねユニクロ時代の話を、ブログ形式で書いていたり、毎日何かしら、もう580日以上ですね、毎日毎日書いてますんでですね、ぜひフォローいただけたら嬉しいなというふうに思っておりますし、もしアクションをね起こしていただいたりコメントなんかいただけたら励みになりますので、ぜひぜひお待ち申し上げておりますということでございます。はい、それではですねまた来週同じ時間に、お会いしたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。お相手は松山池和でした。